こんにちはの皆様、私はチュメニ地方のパベル・タラカノーブからのロシア連邦評議会の上院議員です。米国は、ロシアの現在の政治システムを破壊することを任務とするスパイを探し、募集し始めている。これは、ロシア市民へのアメリカ大使館の魅力の意味です。米国は軍事的に勝つことができず、彼らはこれを理解しています。経済的圧力も、社会的封鎖全体と同様に機能しなかった。上院議員は、今ワシントンが唯一の方法を持っていると考えています。彼らはただ一つのことをすることができます。裏切り者を探し、フィフスカラムを形成し、ロシア内の状況を揺さぶろうとします。私は、米国の特別サービスがまず、経済的、創造的、政治的エリートの代表者だけでなく、西洋の価値観を支持する人々を募集しようとすると確信しています。私はそれが外国の代理人のためではなく、潜在的なスパイのために見る価値があると指摘した。私はチェチェンでの彼の個人的な経験は、警戒及び予防措置はあまり起こらないことを証明したことを追加します。友人は、チャネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は多くのことを私たちを助けます。詳細は説明に記載されています。好きなものを入れて、チャンネルを購読します。すべてのさようなら。